日本道路交通情報センターの前田さん、お願いします。はい、高速道路などの状況です。道盤道は上りの三里ジャンクションで8キロ渋滞しています。筑波ジャンクションから三里ジャンクションまでの作業時間は35分です。東京名鑑道の小泉ジャンクション方面に向かう道のりは川口南インターで10キロ渋滞しています。千葉の中央道路は上りの三里インターでの事故の処理は終わっていて2キロ半の状態。この先の船橋インターで1キロと京王口で3キロ渋滞しています。下りは船橋料金所で2キロ半の渋滞です。東関東道の上りは宮崎ジャンクションで1キロ半の渋滞です。首都高速道路の状況です。三里線は上りの各駅を先頭に三里ジャンクションまで7キロ渋滞しています。中央環状線の高速ジャンクション方面に向かう道のりは大宮大橋を先頭に三里ジャンクション付近まで10キロ渋滞しています。湾岸線は千葉方面に向かう東行きが辰巳ジャンクションで7キロの渋滞です。横浜線は上りの大地で緊急の工事が行われていて1キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターでした。前田さん、ありがとうございました。レイン FM トラフィックアップデート、次は6時18分頃お伝えします。